2032年11月16日13時7分54秒66、蒼天から舞い降りた異星人による地球侵略が始まった。混乱の数週間の後、人類は兵力を結集して反撃を開始。しかし攻勢に転じることなく年月は流れ、滅亡の淵に追いやられていた。開戦から19年、残り12人となった人類は彼女の覚醒を待っていた。彼女こそが人類に残された最後の切り札だった。起きてくれよ。さっさと起こせ。手順通りやった。もう待つしかない。王子が決まりゃ、すぐ起きるって。ふざけるな、スパゲティ野郎。だったら何よ。やめろ。人類滅亡まであと12人。カウントダウンはやめろ。どっちの勝機やるに。
なんとまあ可愛らしい最終兵器でもすげえやばいせいの期待できそうだな。勝利の女神登場か。ガキじゃねえかよ。助けてもらってそれはないだろう。なあ、あんたたちも敵なの？違う違う。敵は攻撃してくる奴ら。俺たちは君の味方。うん、わかった。先が思いやられるぜ。あれは誰？知らないの？彼女の名前はシングラブ。ダダリオネクスト社のイメージガール。この戦争が始まった頃はそりゃもう人気があったんだってさ。本当に知らない？そうか。こちらマリオン、ホボス、状況の報告を。ジョン、コウイチ、トニオが死にました。了解。それで、眠り姫は無事覚醒。性能は期待通りです。よろしい。直ちに当地区を離脱する。シスコポータルで合流だ。了解。敵襲！逃げろ。トレーラーはどうする？捨てるのか？まさか。俺たちがここにいるとこいつも完全にぶっ壊されちまう。一度離脱してまた回収に戻る。いいな？了解。さあ逃げろ。さあ逃げなさい。これを持っていくんだ。泣かないで、力いっぱい走るんだよ。なんだ、
立ったまま昼寝か。お嬢さん、戦闘開始だ。わかった。PSS コール。お嬢さん、聞こえるか？ふん、さすがロスコル先生。調整は完璧。何それ、皮肉？とも、これからこうして通信を入れる。チャンネルは常にオープンだ。聞き漏らすなよ。そういや、紹介がまだだな。俺はフォボスだ。シャオミンリーだ。シャオミンさん、リーさん、どっちでも OK。ドガエフ。アレクセイ・ドガエフ。ボブだ。ロバートでもいいが、ボビーとは呼ばないでくれ。ラーズ・ヨハンソン、よろしく。ヨウヨウヨウ、DJ ダリー、ダリーぜよろしく。俺はロスコル・シェパード。戦闘中以外は君のケアを担当させてもらうよ。さーて、追っ始めるぞ。はいよ。これよりシスコブランチへ帰投する。トレーラーを自走拠点とし、ポータルまで移動。いな。敵がいっぱいだろう。こっちにはお嬢さんがいる。お手並み拝見だ。まず第一段階として周辺エリアの安全を確保する。目標は敵アーマメントの完全排除。 PSS タリーホー。敵はうんざりするほどいるぞ。遠慮は無用だ。やった！ターゲットの破壊。敵を蹴散らす若いですね。コンディションはいけそう？うん。頼もしいぞ、お嬢さん。でもピンチになったらトレーラーに戻って回復するんだ。
敵が増えたぞ。ボサボサしてっとまた来るぞ。ザコザコ楽勝楽。敵多数確認。残弾と体力に注意して。SS コード、トレーラー周辺の敵排除を確認。ご苦労。ビールに一歩近づいたな。まずは資料通りの性能発揮か。エンストなんか見たくねえからな。話に聞くグレイの立ち往生、悪夢だな。ちょっと待てよ、新しい仲間に失礼だろ。なあ、そうなんであんたが怒るかね。 PSS コード、エリア A3CPF5、 エリア A3CPF5、 敵ジェネレーターを確認。速やかに排除せよ。休ませろよ。エリア A3CPF5、 敵ジェネレーターを確認。速やかに排除せよ。了解。作戦を確認する。エリア A3CPF5 に敵ジェネレーターを確認。速やかに排除せよ。手は挙げた。 A3 の F5 は GG ブリッジ近くだな。待てよ、ジェネレーター1機潰すのにミサイル10本は必要だぞ。お嬢さんの破壊力はそんなもんじゃないんだろ。使用書通りならね。やる。お嬢ちゃんならやるな。わからない。やってみなくてはわからない、そういう意味だな。どっちみちここでチンタラしてるわけにはいかねえ。お嬢さん、並びに PSS タリーホー。タリーホーってのは出撃とか突撃とかそんなノリだよ。元々の意味は違うみたいだけど、 PSS じゃその辺適当でさ。ち、気が抜けるぜ。
確保。こりゃジャンヌ・ダルクよりサフィア・ガールって感じだな。いや、ナイト・ゴッテスだろ。知らねえよそんなの。そこの二人、口を閉じろ。ルート確保、視界も良好だ。こちらジェネレータ式。たく、景気よくアーマメントを吐き出してるぜ。そりゃいつものことだ。まあ、そっちのタイミングで動け。はいはい。あれがジェネレータだ。かなり手強いけど、行けそう。やってみないとわからない。意外と慎重なんだ。え？ほう？ああ、そうか、あれね。お嬢さん、タリーホー。Thank you.
ロック、ファイヤー。ロック、ファイヤー。やった PSS コール、敵ジェネレーターの破壊を目視、確認願う。了解、こちらでも確認した、ご苦労。グレート、スーパー、エクセレント、カラーショー、いやはや大したもんだよ。70億人の仇、夢じゃなくなるぞ。いいところを見せておかないと。お嬢さん、頼むぜ。おい、どうした？故障かよ。もし、手伝ってくれないのか？ダリ、ラズ、てめえどうして手を貸さねえ。私は攻撃されなかった、だから敵じゃないと思った。それが言い訳のつもりか。また仲間が死んだんだぞ。やったのは敵だ、この子じゃない。黙れ学者崩れ。それを言う？じゃあ学者がこんなところにいるのはどういうわけだ？軍人が不甲斐ないからだろ。てめえ！あ？味方の敵は君の敵だ。次は頼むよ。どこかに君を待っている仲間がいる。みんな君を助け、守ってくれるはずだ。だから、私が死んでも、君は一人ぼっちじゃない。わかったね。うん、わかった。わかったってさ。どうだべな。ダリーとラーズは残念だったけど、
君の責任じゃない。今は市長たちとの合流だけを考えよう。俺とシャオミンが君に同行する。目的はルートの確保、残りは戻ってトレーラーの修理。フォボス、いいだろ。妖怪だ、クソったれめ。とっとと行け。まずこのビルを乗り越えて、それから西へ進もう。そしてトルソドライブとの交差点でトレーラーを待つんだ。ロック、ファイヤSS コール、こちらフォーブス。トレーラーのダメージ確認。アレクセイが修理を始めたが、所要時間は未定。こっちに敵をよこすんじゃねえぞ。了解、気をつけろよ。こっちのセリフだ。右も左もわからない小娘とヘタレ二人、右に穴が開くぜ。
そりゃ漢方がおすすめだよ。言ってろ。ゲートのところの敵見えるか？悪いけど任せる。嘘だろ、ゲートが閉じてやがる。あれは開戦直後に建造された対地上的ゲートだ。建造費600万ドルだ。なのにすぐに無用の長物。そんな役立たずに行く手を阻まれる俺たち、こりゃ何の罰だ。野党に投票したせいか。 PSS コール、ラスカル、ゲートを解放できるか。ああ。ラスカル、ゲート解放を命じる。出たよ、むちゃくちゃ市長。こいつは、内と外から同時にコンソールを操作する必要があるな。ってことは、どうしたらいいんだ。Thank you.
PSS コール。こちらロスコル。ゲートの開放には裏へ回る必要があります。ルートの確認をお願いします。確認中だ。待機せよ。お嬢さん、また悪いんだけど、君がゲートの裏側担当だ。PSS コール。ルート確認。エリア A3、CPF5 に行ってもらう。北上の後、ポイント A3B1 から、西側に丘を降りればゲート裏だ。了解。結構、戻るね。頼んだよ、お嬢さん。誘導は任せてくれ。誘導開始。まずこの道を南下。なんだろうな、この不守備は。誰に文句言えばいいんだ。これも俺かよ。ポイント到着確認。 PSS コール。そこからガソリンスタンドを迂回し北上してくれ。了解。敵だぞ、気をつけろよ。ディフェンサーモード。ロック。ファイヤー。ディフェンサーモード。
ロック。大丈夫だ。なんとか隠れたよ。気をつけろ。ロック。ファイア。ディフェンサーモード。PSS コール。こちらアレクセ。トレーラーの修理完了。よくやった。ロスコール、そっちはまだか。もう少し。お嬢さん、そこを降りて南。
ロック。ファイヤー。ディフェンサーモード。到着したな。近くにコンソールがあるだろう。よし、いいぞ。それをこっちとタイミングを合わせて操作するんだ。大丈夫、操作は簡単。ピットを押すだけでいい。行くよ。1、2、3、ピッ。ちょっと待った。ダメだ。電気が来てない。なんと、どうすんだよ。ちょっと待てよ。考えるか。PSS コール。ロスコル先生、状況は？電気が来ていない。対応は、考え中。思い出したんだが、お嬢さんがいるあたりに発電システムがあるはずだ。ゲート用だけど、ずっと前の作戦で、シャオミンとボブが使っただろう。ああ、そうだった！ケーブルの接続を切ったままだ！元に戻せなんて命令はなかったからな。済んだことはもういいよ。とにかくそれだ。いける。お嬢さん、聞いてくれ。送電ケーブルが切れているところを見つけてつなぎ直してほしい。作業自体は簡単だからきっと大丈夫。そう、簡単簡単。ケーブル接続確認。ケーブル接続確認。
変。ロック。ダイヤ。ディフェンサーモード。フィジカルリペア。ケーブル接続確認。確かあと1箇所あるはずだ。よし、ケーブル接続確認。お嬢さん、元の場所に戻って。これで送電システムは元通り、何もかもうまくいくはず。よし、お嬢さん、やってみよう。操作パネルを押せよ。1、2、3、ピッと。よし、開いた。 PSS コール、ゲート開放、ゲート開放。了解、総員移動開始。これより移動を開始する。ビール、ビール、市長のビール。勝負はまだ始まったばかりだろ。その通りだぜボブ。いいじゃないか、とりあえず喜んでもさ。ね、お嬢さん、
酒もビールもお嬢さんにはまだ早い。ボブ、変なこと教えるんじゃねえぞ。早く早く。あんた意外とせっかちだな。誰だってこんな時は焦るだろう。PSS コール。おい、お嬢さんどこ行った。こっちの方が楽しいわよ。まあ、かわいい。け、ブエナティンタ。やっぱりグレイね。敵なの？さーて、どうかしら。少しの間、じっとしていてね。すぐに意識が遠のいていくわよ、うん、気持ちいいでしょ。戦え、そいつは敵だ。あら残念、ここでは殺さないから安心してね。だってあなたが例のグレーだったら私も殺されちゃうもの。でもせっかくだから限りなく死に近づいてもらう。ケビン、ロブナス、ロック、ディフェンサーモード、フィジカルリペア、ロブナウ、ロブナウ、高ぶるわ。
ごいじゃない。素敵よ。踊ってごらん。ライリー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 。ディフェンサーモード。フィジカルリペア。ロック。ファイヤー。高ぶるわ。ダメよ。ほらほらほら。ロック。ファイヤー。ワグナー。ほれ。ディフェンサーモード。高ぶるわ。ダメよ。ほらほらほら。高ぶるわ。ほれ。ロック。ファイヤー。うそ。あー、このガキ。ほっ、あんたは一体何なのよ。リリオ、早く来て。わお、わお、わお。今のはミーだよな。ああ、間違いない。永久エイリアンのミーだ。永久を一人で倒すとは。君はすごいな、本当に。おつむは空っぽだけどな。今のはどういう意味？と、同じ。君はすごいって意味。そっか。あれがポータル。ウェブチューブの入り口だ。ウェブチューブってのは世界中にある UEF の基地をつないでいる通路みたいなもの。俺たち PSS は説明したらいいんだ。 PSS ってのはピスじゃないぞ。プライマリーサポートサービスだ。言ってみれば
君の親衛隊 UEF の部隊の一つで。ああ、UEF ってのは、まあ、およい知ればいいさ。一番重要なことは、俺たちは PSS で UEF の一員で、同時に人類最後の生き残りってこと。わかった。俺はまだピンとこないけどな。なんでもない。行こう。死んだ。グレイの覚悟に失敗したらしい。どこへ行く、リリオン。ミーをネグレイドする。独り占めする気？ミーは僕の。おお、古き良き時代の美しきちぎり、お前には分かるまい。今度のグレイは強そうね。グレイには我々の生体アーマメント技術が使われている。しかしストックたちの不安定な技術のせいで能力は個体によって異なる。油断すると2位のようになるぞ。わけがわからない。総督はなぜ技術共有なんてしたのかしら。失言です。取り消してレムします。賢明だな。さて俺も行くか。この星のストックたちには随分楽しませてもらったから、最後の甘きくらいは見届けてやるな。もしあれがストックどもが言うところのホワイトなら絶対に殺すな。わかっている。生きたまま連れてきたら本当にこの星をもらえるんだな。なあ、加えてもっと素晴らしいことがある。生きていられるぞ。ちゅ、